愛知県岡崎市決町。各施設の記された東公園の地図。東公園は愛知県岡崎市決町にある都市公園である。1928年4月に開園した。東公園動物園も含め入園は無料である。園内にはいくつかの池があるが、これらはもともと考え用のため池として使われていたものである。春には桜、初夏は、 花勝負や紫ジ秋には紅葉が楽しめる。岡崎観光キラリ百選に選定されている。1983年5月1日オープン。入園は無料。開園時間は9時から16時30分まで。休園日は月曜日と年末年始。アジアゾウの、富子、日本家、ミニチュアホース、ポニー、ラマ、日本猿、リス猿、プレーリードッグ、 ミーアキャット、マーラ、フラミンゴ、クジャク、キバタン、アオボウシインコ、ルリコンゴインコ、ヒツジ、シバヤギ、ケズメリクガメ、ウサギ、モルモットなどが飼育されている。また、小動物と触れ合うことのできる動物触れ合い広場がある。ゾウのフジコが東動物園に来た経緯は次の通りで、ある。年月、岡崎市の市福山市の市議会議長で、 当時全国市議会議長会の会長を務めていた角田武雄が岡崎市を訪問。同市の世界家畜動物園構想に共鳴した角田は自身の経営する遊園地赤坂遊園に住む藤子を贈呈することを申し出た。同年12月8日、藤子は岡崎市に到着。動物園の開園に先立つ12月18日に増車落成式が行われた。 2017年4月29日、新しい造車が完成した。1964年にオープン。毎年6月、勝負祭りが開催され、夜間はライトアップが行われる。2900平方メートルの花あやめ園には、90から110品種、1万株の花勝負がある。2008年3月29日、オープン。当センターは、市と保健所が受け持つ。 動物愛護、動物園管理、野生動物保護、農務家畜産班の業務を集約する施設として設置された。愛称のアニモは全国1683点の応募の中から選ばれた。市の選考の結果、8点が候補に絞られ、そこから市民による投票で決められた。当センターのオープン日に前述の動物触れ合い広場もオープンした。 2015年3月29日オープン。特殊化から寄贈された5体の恐竜のモニュメントが時計塔前広場に設置されている。高さ14メートルのブラキオサウルスは国内最大級だという。市の新たな観光スポットとなることが見込まれる。その後さらに特殊化から寄付があり、2018年3月1日体長9メートル。 高さ3.6メートルの原寸大のトリケラトプスと背中部分に滑り台のついたスピノサウルスが設置された。また恐竜が横に座る木星ベンチ4基が設置された。これらモニュメントのある一角は恐竜広場の名称になった。2019年4月17日、市はここに大型の木星遊具などを並べた木星遊具広場を整備すると発表した。同年9月に オープニー予定。遊具は2度にわたって恐竜モニュメントを寄贈した特殊化が制作費、設置費込みで寄贈する。寄付相当額は約5000万円。階段付きの滑り台や小舟をかたどった遊具など12種類13基が広場の外周に沿って設置される。また、熱中症対策のために植栽も行われる。ありがとうございます。